はい、どうも森谷浩司です。今回なんですけど、もう夏が近づいてきたっていうことで、しかもまあ僕の髪の毛ちょっとまあ見てもらったら分かるんですけど、結構ねがっつり、多分1年半ぶりぐらいにここまで短くスッて上げちゃったんですけど、ちなみにイメージはエディスリマンです。がっつり上げちゃって、まあ、今この状態でも結構モード系の撮影みたいなのとかはできると思うんですけどね、まあ、前髪もパッツンですし、でもやっぱ夏だとどうしてもこの前髪のこことかにやっぱ汗が溜まってニキビとか僕はちょっと気になるんで、今回はこんな僕のショートヘアをグッとアップヘアにちょっと変えていきたいかなと思います。ぜひ見てください。やっていきます。今回使うアイテムは4つで、まずは水で髪全体を濡らしていきます。その後ドライヤーで髪全体を上に上げていって、その後にシアバターを髪全体になじませていきます。そして最後に形を固めるためにジェルを塗っていく、この4工程をやっていきたいと思います。はい、じゃあ一番最初に水で髪全体を濡らしていきたいと思います。まあ水は全体にまんべんなくなじませていきたいと思います。このぐらいかな、これぐらいで髪全体は濡れたので、とりあえず水はこの段階で終わりです。はい、それじゃあ次はドライヤーを使っていきたいと思うんですけど、使う前に僕は髪の毛自体がちょっと浮いて生えているので、もうこう握りながら全体をバーってランダムな感じで乾かして立ち上げていきたいと思います。その時まあ僕も普段結構やりがちなんですけど、後ろの方とかをしっかりと乾かさないで、そのままにしちゃうことがあるので、ちゃんと後ろやサイドの髪の毛も揉みながらグッとランダムに乾くようにしっかり立ち上げていくのがポイントです。それじゃあ実際に乾かしていきたいと思います。はい、ということで多分今、まあ、結構ボサボサのボンバヘアになってると思うんですが、ここから次の工程に行きたいと思います。はい、そうしましたら次はこのシアバターを使って髪全体にバターをなじませていきたいなと思います。はい、このぐらいですかね、このぐらいをつけていきたいと思います。髪全体にまんべんなく、オールバックにしたいわけじゃないので、結構いろんな方向にランダムに髪が動くようにつけていきたいと思います。その時にこのトップがあんまりビョーンって跳ねないように、ここは押さえながら髪が動くようにしていきたいと思います。はい、というわけで今回今はこのシアバターを全体になじませていきました。そして最後にジェルで固めていきたいと思います。はい、そしたら最後にジェルを使って固めていきたいと思います。ジェルを使う時のポイントなんですけど、このジェルは結構早めに固まってしまうので、素早くつけてどこを潰す、どこを立ち上げるっていうのを決めてやっていきたいと思います。手にまんべんなくなじませて、さあ塗っていきます。まあ横は潰す、横は潰すで、後ろは素早く立ち上げていく。で、前の方なんですけど、全体がバーって上がっちゃうとあれなんで、こういうところとかはどっちにしろ落ちてきちゃうので、あえてちょっと下げてみたりとかしながらグッと、あとはワシャ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 で、トップはあんまりグッて立ち上がらないように潰しておきます。サイドをもう一回潰して、後ろにしっかり塗って立ち上げて、
こういうところをちょっと跳ねさせてみたりとかしながら、こんな感じかな。よし、はい、こんな感じだと思います。僕の夏のアップヘア、オールバックではないけど、なんかまあちょっと上げて、あんまりピタって固めないで、ランダムに散らす感じの、この夏僕がやっていきたいヘアになってます。ちなみにサイドこんな感じですね。まあ、サイド刈り上げちゃってるんで髪の毛自体は生えてないんですけど、あんまりしっかりこういうここら辺に生えてるやつはしっかり潰して、あと後ろは少し立ち上がるように、あんまりピターンって潰れないようにしてます。前はこんな感じですね。ちょっとランダムに毛流れができるようにしています。はい、以上です。はい、というわけで今回は僕の夏に向けての部屋を紹介していきました。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録、そしてコメントの方もお待ちしているので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。